キチャンネルショッ、こんにちは。さあ、スカウト編成から見る今の現チームのパリーグ編、はい、どのチームがスカウト編成が影響されて強いのか弱いのかをやっていきましょう。はい、というところでパリーグ過去ね、2012年からだから11シーズン、はい、終わってのドラフト上位までの活躍頻度、うん、一番悪いのはソフトバンクです。そう、そっか、はい、33.33%、はい、だからまあ1ドラフト1人はいますと、うん、ってなった時に、B が、18.18%、うん、でこれはね2023年よりもちょっと上がってる、うん、で A が 9.09%、うん、でも S が 6.06% で、うん、S は2023年まで 18.89% あったのに、うん、一気に3分の1に減るから、要は過去のスーパースターたちに頼ったドラフトの評価だったっていうことがね、はい、分かるっていうね、うん、その S3 人は誰でしたっけ。 S2 人です。あ、2人か。 A が3人、はい、東浜と、2012年のドラフト1位東浜と2013年のドラフト2位の森優衣、うん、これ2人、はい、でももう森は今いないから、ね、いないですね、チームにね、はい、で東浜ももうこれ以上伸びしろあんのかなっていうね、なかなかローテーションには入ってるけどもみたいな、絶対的みたいなのがね、どうなんだろうっていう。で A が栗原と高橋で、でも高橋でもういないからね。栗原ちょっと怪我がね、どうか、あと梶谷、もう梶谷もいないからねっていう。ってことは今いる人の S と A の率はだいぶ低いですね。東浜と栗原だけだね。わでしかも2016年以降、はい、7年、うん、だから30前後ぐらいのところになってくると、はい、もう A チームに在籍するやついないからね。ああそうなんだ。田中正義も B だけど、これ日本ハム行ってたからね、うん、で甲斐野、津森、大津、うん、あとドラフト1位でいうと2015年高橋俊平、2016年田中、うん、17年が吉住、18年が甲斐野、19年が佐藤、20年井上、21年風間、22年伊比根っていうね、まあ、高校生取ってるっていうのもあるけども、まあ、ここら辺が出てこないと本当にやばいね。本当にドラフト1位が確かに出てきてないですね、うん、上位がね、うん、全く持ってね、はい、だからもうあの数の原理で、数の原理と、うん、あのお金でチーム力を保ってるとしか言いようがないね、うん、別にそれは悪いことじゃないからね、はい、まあ、それももちろん作戦っていうかね、そうでも編成スカウトは、うん、まあ、このデータだけ見るとヘボやね、まあ、パーセンテージ見るとちょっとそうですね。 S が2人は、はい、中日に次いで最小です、はい、中日柳投手1人でしょうね、はい、うん、っていうね。でもまだ柳は全盛期今だからね、はい、うん、確かに、うん、っていうところでは、うん、16年以降のドラフトで S がいないのはソフトバンクだけです、うん、はい、12球団で。そうですね。5位、はい、東武楽天です。うわー、そっか。こちらも 36.36%、うん、そして B が 24.24%、 A が 0% いないんだ。でも S が 12.12% でソフトバンクの2倍います。12年の則本、うん、で13年の松井裕樹、はい、で18年の辰巳、うん、で19年の小深田、はい、この4人が S なわけですよ。あ、まあ、今年2人とも、あ、辰巳選手は去年ぐらいからゴールデングラブ取ってるか、うん、小深田選手が今年やっと盗塁を取って S になったんですね。あ、そうだね、うん、だから小深田はあの無印から S、まあ、前の時やってなかったからね、うん、19年のドラフト1位だったからね、はい、まあ、A がね、うん、いないっていうのもそれですね、うん、あるんだよね、はい、だからもう一丁いけないので、この、うん、辰巳小深田っていうところの S も素晴らしいんだけども、はい、どっちかっていうと飛び道具じゃんね、うん、そうですね、ディフェンス、盗塁っていうところの、うん、ところでもっとそこの実質的なヒットとかホームランとか、はい、打点とか、うん、そういったところだから、あとベストラインとか、はい、そっちが変が増えてくるともっと強くなってくるんだけどね、うん、正直ね。で松井投手いなくなっちゃいます。そうなんだよ、うん、だから本当はもうあと 2,3 年前に楽天は優勝しとかなきゃいけなかったの。そうでしたね、マー君帰ってきたぐらいに優勝したかったですね。それがやっぱできなかったところが、うん、なかなかね、苦しいところになってるけども、まあ、4人でもね、はい、S を引けてるっていうところでは、うん、まあ、昔はねちょっと近鉄も入ってたんで、はい、楽天はちょっとねデータ量が少なかったっていうのもあるけども、うん、はい、このでももうこの11年だったら平等ですから。そうだから飛び道具じゃないものがつければもっと強くなる可能性はね、
あるけども、うん、まあここ5位だね、はい、で続いて4位千葉ロッテです、うん、ロッテ、はい、B が 30.30%、うん、で A が 3.03%、うん、で S が 12.12% で、合計で 45.45% っていう数字になりますけども、はい、まあ12年からでいくと12年の田村が S、うん、ドラフト3位で13年ドラフト1位の石川が 1S プラス、うん、で14年の中村翔吾が SS、うん、で、19年の高部が SS、うん、でこの4人、はい、で A は小島1人、うん、であとは B に、なるんだけども、うん、まあ、ここもちょっと苦しいところが、はい、田村はもうね落ち目だよね、うんうん、で石川は手術で育成になってる、はい、中村翔吾ここも落ちていくのかどうか、はい、でここも守備のゴールデングラブ2回だから、あ、ですか、あ、どっちかっていうとディフェンシブなね、はい、成績、はい、で高部が怪我でいない、うん、う S が S 取ってる選手でいんのもう中村だけなんだよ。そうですね。でちょっと打撃もね去年調子悪かったっていうところもあるし、うん、はい、まあ、ここから伸びしろで言えば、まあ、佐々木朗希ね、うん、で小島っていうところはね、うん、まあ、上がってくるかなっていうところもねあるんでね、はい、そういったところで言うと、うん、まあ2位になったのが不思議だね。そうですね、そう思うと今こう飛び抜けた選手ってやっぱりいないんですもんね、うん、だからまあポランコのホームラン、うん、あと佐々木朗希、はい、あとはまあリリーフで坂本とか西村とか他から取ってきたベルドモとか、うん、だから他から取ってきた選手の頑張りでなんとかね保ってるけども、うん、ドラフト戦略で言えば、まあ、ガチャがね、うん、発生してるからね、あ、そうですね。こうなるのよガチャ発生するとね、うん、はい、で16年以降でいうと高部の SS1 個だけだから、まあ、2位になったことが本当不思議、うん、ドラフト戦略でうわいいねとは1ミリも思わない。だから上位で球界を代表する選手が最近いないね、うん、いないですね、うん、しかも結構くじ引き当ててんのにいないって一番最低のパターンだからね。確かにくじ引き結構勝ってる。いや、くじ引きは結構勝ってるよ、はい、くじ引いて外して、くじ引いて外してるって一番最悪のパターンだからね。言い訳聞かないからね。ね、うん、そういったところでは本当2位になったことが奇跡だね、はい、本当にね、うん、だからそれはもう現場のやりくりが良かったっていうね、はい、うん、ところの証拠だと思うから、はい、編成スカウト陣はもうちょっとちゃんとやんないと、はい、常に強いチームを作れないね、うん、正直そうですね、うん、で続いて3位、はい、3位はこちらです、はい、埼玉西武ライオンズ。西武もっといいと思ってました。12年からだと B が 15.15%、はい、で A が 9.09% で S が 21.21% で 全体が 45.45% で、はい、2023年まで全部入れると 54.44% がちょっと 10% 下がります。あ、ってことは近年に近づくほど減るって減ってきてるっていうね、っていう。だからソフトバンクも最下位の時に、はい、全体2023年の全体だと 22.22% なのに、はい、そこから33だから約9ポイント下げてる、うん、ね、で楽天も 42.70% から 33% だから9ポイント下げてる。まだ近年当たってないってことなんだ、うん、だからもうその近年当たってないの、うん、ソフトバンクも楽天も、はい、で西武も10ポイント下げてるっていうところでは近年も当たってないし、はい、で西武はロッテは2ポイント下げてる、はい、だから近年の方がやっぱ当たってないっていう、ね、うん、ところで言うと、まあ、西武は45.45% 高いけども、ね、その中でロッテとなんか一緒なのよ、はい、パーセンテージは 45.45% で、うんうん、でも西武は S が7人もいるっていうね。わあ、 S7 人はね、広島に次いで広島と一緒、最多でね、一緒だね、はい、7はね。でその中で言うと、12年からで言うと、はい、増田ね、うん、金子裕治、うん、森友哉、山川、殿崎、田和田、源田の7人が S なんですけども、うん、もう、森、山川、田和田いません、はい、でちょっと金子がちょっともう落ち目、うん、で増田もちょっと下り坂入ってる、うん、だから今全盛期で戦ってるのが、殿崎と源田です。うわ、その2人か。で2016年以降で考えると、うん、源田の SS と今井と松本の A2 人だから、うん、だからちょっと苦しいっていうところもあるんだよね、うんうん、でその上に高橋コーナー、まあ、ここが S になる可能性もあるけど、だからドラフトとしてはいいんだよね、はい、でも今の現チームで考えるといない人が、うん、いないですね。出ていっちゃうからね、育てたら出るいい選手はいっちゃうっていうね、っていうところが、うん、多分チームの強さに直結しない。 S も多いし A も多い。でもこの割
れですね、近年のこの5、6年、うん、あんまりランクついてる人多くないですね。そうなのね。だから渡辺雄太郎とかがもうちょっと頑張ってもらいたいというところと、うん、宮川はトレードされたじゃんね、はい、ヤクルトにね、うん、で浜谷ね、で渡辺、佐々木、で隅田、うん、だから隅田、佐藤、古賀とか、ね、昼間ここら辺が上がってきてほしいっていうところもあるけども、ね、うん、この16年以降が S1 人 A1 人だから、うん、だからここら辺が頑張らないと上がいなくなるからね、うん、だからそこら辺だからドラフト的にはいいんだけども、うん、はい、まあ、人がいなくなるっていうところが西武の弱さね、はい、これはもうスカウト編成どうしようもないからね、うん、もうそうです、もうそこはどうしようもないところです、うん、だからまあ仕事はね7人っていうところで S が1万いるっていうところは仕事できてるかなっていうところもあるけども、はい、うん、16年以降で考えるとなかなかちょっとね特に野手が出てきてないっていうところでは苦しいかなっていうね、はい、で続いて2位、はい、オリックスバファローズ。お、オリックスなんだ、はい、A が 9.09%、 そして S が 21.21% で、うん、A が 2.2% 上がって、で S が約 3% 上がってますね。お、 S は若月で宗、吉田正尚、山岡、福田、頓宮、紅林で7人いますからね。2016年以降でも山岡、福田、頓宮、紅林と4人も S いるから、多分2016年以降で4人も S いるのはオリックスぐらいだからね。そうですね。これはでね、ここからだったら山下俊平だが S になるかもしれないし、ね、うん、まあ、曽谷も B ぐらいには来そうだけどね、はい、うん、佐藤京介ね、うん、やっぱあれですね、優勝したセ・リーグでいう阪神と似た傾向にはありますよね。そうだね。だからこれ見てると色使いしてるけど、うん、はい、今強いチームって、はい、色がきらびやかなのが下にあるね、はい、そう、この近年のやっぱ10年の中に固まってあるっていうのが、うんうんうん、で弱いところっていうのは、はい、あの無印が目立つね、近年がね、はい、うん、だそういったところで言うと唯一パリーグではここ10年の数値が過去のもの全部合わせたより上がってるっていうところがやっぱこう強さの秘訣だから、はい、うん、まあね、福田さんも GM になったりしながら、はい、いい感じのドラフト戦略がね、うん、できてるっていうところだよね、はい、結構いつも独自路線で行くようなイメージありますけど、まあ、結構しっかり当たってるってことですよね、うん、でしかもそれが機能してるからね、はい、そういったところが今結果としてで、しかもね森とかがね、うん、FA で来たりこっちも西川も来るしね、うん、山本抜けてもっていうところで若い選手が出ていくっていうところではね、はい、まあまあやっぱりいいよね。で、さあ、では流行る1位は、1位は日本ハムファイターズ。うん、で日本ハムは唯一の 51.52% で 50% 超え、うん、まあ、だから1位なんですよね。そうですね。で、B が 39.39%、うん、だから、2023年丸ごと入れてるよりは 13% も上がってるんですよ。 13% 上がってるんですか。そうそう、 B をね、B はパーセンテージ、うん、で A が 3.03%、うん、でもここは丸ごと2023年まで入れると 1.4% 下がってて、うん、で S は 9.09% だ、これ2023年全体まで入れると約 11% 下がってるっていう。結構下がってる。そう、うん、だからこのね、このドラフトで見るとこの里崎指数によると 51.52% 唯一のパリーグ5割超え、はい、でめちゃくちゃ数字的にはいいんだけど、うん、じゃあなぜ弱いんだって言った時に、先ほどオリックスの時にかなり熱量高く説明してますけども、はい、いや B の割合が多すぎるのよ。だオリックスは A と S が増えてるけど、うん、日本ハムは B が増えてる。 B が増えてて、うん、A と S が下がってるのよ、うん、あ、なるほど。だこれが全体的には試合で使える選手はドラフトで取ってるけども、うん、まあ、この一つ皮が向けないところがやっぱね、今のやっぱ順位に反映してるし、うん、これがこのね、でも B が出てるってことはスタートラインが立ってるから、そうですね、こっから AS がどこまで増えるかによって2024年以降の日本ハムの命運が握られてますね。チームの強さがね、うん、変わってきそうですね。そう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 、この B がどうなるかがね、うん、だから2012年から比べて S は大谷翔平、はい、で有原、うん、堀、はい、もう2人いません。いないですねで A が伊藤大海1人なんですよ、はい、うん、であとは B がいっぱいいるんですけど、これ B もね、BB が鍵谷渡辺亮、ここもいないじゃん、ね、いないですね2人ともねで、岡博美、
これももうロッテじゃない、ロッテに行ってるからいないじゃんね、はい、うん、で加藤隆で石井和成が BB だから、うん、まあ試合には出てるけど、うん、複数年をまたいで活躍してる選手が少ないっていうところと、うん、やっぱり試合出てるっていうだけなんで、それはやっぱりちょっとチームには直結しないよね、はい、チームの勝ちにはね、うん、新庄監督になって選手をいっぱい使うっていうところで、はい、この B の数が増えたっていうところもあるけども、うん、中身見てるとちょっと薄いなっていうね、あ感じがするね、そうですね、うん、うん、まあ、ということで、はい、全体を見渡してきた中でこの編成スカウト総チェックの、まあ、総括としては、はい、トータルとしてやっぱ西武が一番いいんだけども、はい、近年で目を向けるとオリックスが一番いい、うん、あそうか、うん、で謎なのがロッテよく2位になったなっていうねこれが、はい、で楽天はもうちょっと攻撃で、ね、うん、打てるようになる、オフェンシブの人たちが A とか取り出してくると、うん、ちょっと良くなってくるのかなっていうところもあるし、うん、ありますね、ソフトバンクはちょっとやばいね、唯一16年以降で S が一人もいないチームだからね、はい、もうちょっと考え方変えていかなきゃいけないかなっていうところと、うん、まあ、日本ハムはちょっと出てるだけだからね、うん、そう出てる人たちがもっとね B の数が減って A に成長していくようになってくれば強いだろうし、うん、はい、まあ、西武はねなんとか出ていくのは仕方ないから、うん、やりくりしていくしかないで、そうですね、うん、っていう ね、ところかな、はい、うん、だからやっぱ見てもオリックスの強さはね出てるね、いややっぱ出るんですねこうデータでね、うん、謎なのはロッテです。はい。